こんにちは、ザワッチなのだ。へぇ、わーざいけないバイオレンスサザエさんということで、今回はバイオレンスサザエさんで笑ってはいけないやっていくのだ。なんと今回はね、以前バイオレンスサザエさんのアフレコ動画を見させていただいたマンジマルマスオニキさんから直接 DM が届いたのだ。取り上げていただきありがとうございます。またぜひ取り上げていただきたいですみたいなね、丁寧な文章をいただきまして、もう僕テンション爆上がりだったのだ。わざわざありがとうございます。すいません、本当にこんなののために本当すいません、ありがとうございます。こちらこそです。普段のキッズ YouTuber の方からやたら僕の動画見てくださいって DM 来るので、やっぱマンジマルマスオニキさん登録者数が10万人以上おられる方なのでね、そんな方にねぜひ見てくださいって言われたらね、それはテンション上がるのだ。僕だってこれしょうがないのだ。数字が全てじゃないとは言いつつも、やはり数字は大事なのだ。だからキッズ YouTuber の皆さん、ぜひ数字を持ってから僕に見てくださいって言ってくださいなのだ。まあ見るかもしらんけどな、お前らの動画は。ということで今回はマンジマルさんの出しているアフレコのバイオレンスサザエさん見ていきたいと思います。なのだ、レッツなのだ。8月20日の日曜日オフ会やります。詳細は概要欄を見てね。さあ早速見ていくのだ。アテレコバイオレンスサザエさんボリューム81。えぐいのだ、81ってめっちゃやっとるよ。サムネイルに惹かれたのだ。ストップ、未成年の喫煙。このサムネイルに惹かれたのか。ダメですよ、未成年の喫煙は。ごめんなさい。おいこらいやでもマジでこのテンションで怒っていいレベルで危なかったのだ。これはさすがに危ないのだ。なんしよん女の子、あんたスカートじゃなくてよかったね。これスカートだったらサザエさん放送できなかったのだ。危なかったのだ。ほんまにアクロバティックキッズは怖いのだ。このクソガキー、よいしょ、二度とこんなことすんじゃねえぞ。くらえ神のイカズチ一番危ない、一番危ないのだ。げんこつね、今だったら放送できないのだ。ミサイのげんこつですら、我が子へのげんこつですらダメなのに、赤の他人の子供げんこつは絶対映せないのだ。もう危ないのだ。ブサイクやのガキ。やかましいのだ。この一家テンション高いのだ。笑い方黒ひげ。懐かしい、懐かしすぎるわ。子供は何やっても怒られない、うん、そんな風に考えていた時期がわしにもありました。うん、よいしょ。てめえ何勝手にブレイブメンロードやってんだよ、このクソガキ。しょうがねえ、さぬきの鉄。いつの時代も口の後には手が出るの。いくらしつけだからといって暴力は良くないのだ。もちろんそれはね、人関係なく、そんなすぐ物とかにも当たったらダメなのだ。若い頃はいろいろやんちゃしたもんよ。まあ例えばタバコ吸ったりとか、いろいろやんちゃしてたわい。ぜあやだ、そんなこと聞いたことなかったわよ。ということはあなたはあのつるっぱげニコチンマルの遺伝子を引き継いだ。つるっぱげニコチンマル塊よ。悪口のつるっぱげニコチンマルはひどすぎるのだ。世の中いっぱいいるのだ、つるっぱげニコチンマルなんて。つるっぱげニコチンマルさすがにかわいそうなのだ。え、俺ももしかして将来的につるっぱげニコチンマルになるのだ。なんか耳もダメージ食らったのだ。ということはあなたはあのつるっぱげニコチンマルの遺伝子を引き継いだことになるわね。ということはあなたは生物濃縮引き継ぎニコチン宇宙戦艦。なんかすごい単語出てきたのだ。生物濃縮引き継ぎニコチン、なんそれ。生物濃縮引き継ぎニコチン、えぐいのだ。ってことはこれ、僕が将来的にもし子供産んだとしたら、その子供も生物濃縮引き継ぎニコチンがあるってことなのだ。これなんかすごい嫌なのだ。この言い方めちゃめちゃ嫌なのだ。なんだかんだこのおかんが一番えぐいのだ。言っていいことと悪いことあるのだ。なんでさっきから俺に全部刺さってるのだ。濃縮引き継ぎニコチン宇宙戦艦ヤマトってことになるわね。いや普通に言い過ぎなんですけど、てか最後の方全然関係ないんですけど、素晴らしいですね。誰だお前は、なんそのキャラ。いや確かに丸尾くんこのポーズしますけど、頭丸尾くんってか、やかましいわ。なんですけど、てか最後の方全然関係ないんですけど、素晴らしいですね。幼少期からニコチンを摂取するなんて生産性が高いですね。いや幼少期からタバコ吸うことのどこが生産性高いね。あとこいついつから意識高い系になったんや。妹ドン引きしてるのか。妹ですら違和感しかなかったらしいのだ。高い系になったんや。ほんまや、よう考えたらこいつらも生物濃縮引き継ぎニコチン、ちゃんとつるっぱげニコチン丸の子供だったのだ。2号3号だったのだ。いや
ひどすぎるのだ、こんな。僕だって、お袋も親父もタバコ吸ってたんで、元は。僕も生物濃縮引き継ぎニコチン、ちゃんと持ってるんだ。で、その結果、しっかり受け継いで、ヤニカスになったの。うんこ連鎖なのか。うるさいぞ、生物濃縮2号、3号、ちなみにクソ揚げニコチン丸、貴様が吸っていた銘柄は何だ、答えろ、ここは死が。唐突な裏切りなのだ。めちゃめちゃ裏切られたのだ。え、ここはシガレット、え、タバコ吸ってないやんけ。ちょ、マジ勘弁してほしいのだ。お前がつるっぱげニコチン丸じゃなかったら、サザエさんもカツオもワカメちゃんも生物濃縮引き継ぎニコチンじゃないのだ。つまり今この中で俺だけ生物濃縮引き継ぎニコチンやってんのだ。もうやだ。今までダメージ分け合ってたと思ったら全部一気に俺に来たのだ。俺にだけクリティカルなのだ。うわ、シガレットっすね。いや、それめっちゃ駄菓子やんけ。タバコのふりして吸うやつやね。とにかくお前ら未成年の喫煙は絶対にするんじゃねえぞ。ストップ、未成年の喫煙ダメ、絶対。カッチャッチャ、おーしかつは使えない。今ミラノの時間は2時なので、さっさと帰るか、クソガキ。突然のムーンウォークやめてほしいのだ。ただいまミーポコパン増食い発送機に来た。クン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 、わかったぞ。この匂いはマダイのカルパッチョ、地中海のオリーブを添えての匂いだ。あらやだ、全然違うわ。割と波平さんグルメだなと思ったら全然違ったの。あげまる、今日はゆでもやしのゆでもやしがけ、ゆでもやしを添えてゆでもやしのゆでもやしがけ、ゆでもやしを添えて、ゆでもやしオンザゆでもやしオンザゆでもやしなのだ。うん、ゆでもやし。3、2、1、よう、股関節オーケー。ということで、笑ったやくないバイオレンスサザエさんだったのだ。本当にまんじまるマスオニキさんありがとうございますなのだ。まんじまるマスオニキさんのチャンネル概要欄貼ってるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいなのだ。なんかまんじまるさんとのタイアップみたいになってるの。まあ、実質タイアップなのだ。僕はもうこれからコビ言っていくだけなんで、今後もお付き合いよろしくお願いしますなのだ。まんじまるさん、どうかぜひ見捨てないでくださいなのだ。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いしますなのだ。それではまた次回のバイオレンスサザエさんでお会いしましょうなのだ。さよなのだ。どうも、ザブチです。ハロー YouTube、 ハロー。さあ、ようこそ。また鳥が来るよ、ガンマディビジョンのザチだ。 Hey ブラザー&シスター、 Welcome to ようこそ。 ブラザーのシスター、 Welcome to ようこそ。 こんにちは、チンパンパンチンパンパンチンチンチンパンパンパンチンです。赤ご外せばシャブの味。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメビウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガガタガタ抜かすな。タール600ミリ、この村からは誰も逃れられねえ。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。闇神様。